はい、はい、どうも、チョブリです。ということで、今日はですね、新要素、フィネスドリブル、徹底解説、やっていきたいと思います。ということで、昨日の大型アップデートから、なんと、フィネスドリブルが新要素として追加されましたということで、まあ、追加っていうかね、復活搭載みたいな感じになるんですけれども、数年ぶりにね、このフィネスドリブルが帰ってきました。で、これ結構ね、使い方とか、どういう時に使えばいいのか、まあ、強い使い方とかね、結構わからない方も多いのかなと思いますし、 YouTube のコメントとかね、 X の DM の方でもかなりご連絡の方をいただきましたので、まあ今回はこのフィネスドリブルの強い使い方徹底解説ということでやっていきたいと思います。で、今回の動画の流れなんですけれども、こんな感じでやっていきたいと思います。まずはフィネスドリブルの操作方法ですね。そして中央でのフィネスドリブルの使い方、そして最後にサイドでのフィネスドリブルの強い使い方について解説していきたいと思いますので、まあよかったらね、しっかり最後まで見ていただいて、このフィネスドリブルマスターしてもらえたら嬉しいなと思います。で、まずはフィネスドリブルのやり方から解説していこうと思うんですけれども、これは本当に簡単ですね。もうこの左の画面ですね、こちらをこうフリックするだけです。例えば上にフィネスドリブルしたかったら上にこうフリックするだけ、下側にしたかったらこう下側にするだけと、で後ろに行きたかったら後ろにするだけっていう感じで、まあこんな感じで自分がね、フィネスドリブルしたい方向に一度こんな感じでフリックしていただけると、ずっとその方向にフィネスドリブルの方をしてくれます。なんでこんな感じを何回もやらなくても、1回だけやればこんな感じでずっとね、継続的にやってくれるんで、まあこれしっかり覚えていただけるといいのかなと思います。1回後ろにやったらもうずっとこうやって後ろにやってますからね、もう次操作しない限りはずっとこうやってやり続けますので、そこに関しては覚えておいてください。まああと一応ね、しっかりとこんな感じで、まあスワイプじゃないがフリックしないと、まあゆっくりこういう風にやっていてもね、こう低速ドリブルになってしまうんで、しっかりと上にこう弾く感じで、やりたい方向に弾く感じで操作してもらえるといいのかなと思います。で、まずは中央でのフィネスドリブルの使い方やっていこうと思うんですけれども、まあ個人的にまずは前提として、僕は中央よりも、まあサイドでのフィネスドリブルの方が強いと思ってます。ただもちろんね、中央でも全然使えるんですけど、まあ結構ボールをね、奪われる可能性もありますし、まあリスキーっちゃリスキーなんで、あんまり低い位置ではやんない方がいいんじゃないかなと思いますね。まあなるべく高い位置かな。特にまあ相手のボックス付近とかではね、強いんじゃないかなと思ってるんで、まあここら辺のね、エリアからやってもらえればいいんじゃないかなと思うんですけれども、まずは中央でもまあサイドもそうなんですけど、フィネスドリブルはまあこれだけでね、抜くことはなかなか難しいです。こうやってゆっくりなんで、これだけで簡単にこう突破できないんですけれども、じゃあどうやってね、抜くかっていうと、こう相手をうまく引きつけて、そこでダッシュとかを入れて、この緩急で突破していくっていうやり方ですね。で、まあこれ中央だと簡単で、例えばこう左に揺さぶって、次右側に揺さぶって抜いていくとか、まあこういうやり方になりますね。まあこれ後からね、実際にこう試合の映像をね、見ながら解説していくんですけど、右側に寄せて相手が食いついてきたら左側にこう抜けていくみたいな、逆に左側に寄せて右側に行きたかったらこうダッシュ入れて抜いていくみたいな、まあこういう逆を取るみたいな、まあこういうフィネスの使い方が強いですね。で、相手がね、かなり食いついてる時はこれ1回下げるのも強いです。1回下げて横にして縦行くとか、1回下げて左行って縦行くみたいな、こう一回下げた後に左右どっちかに振っていくっていうのも結構強いんで、まあこれ特にサイドで強いんですけれども、覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでここからは実際に中央でフィネスドリブルを使ってる映像を見ながら解説していきたいと思います。このシーンもデコでボールを持って、こんな感じフィネスドリブルで揺さぶりながら相手をかわしていくっていう感じですね。まあこれシュート入んないんですけれども、これスローモーションバージョンですね。ここ一回取られそうになるんですけれども、そのまま運んでいって、一回ボールを下げたりとかもしながら、こんな感じで右行って左行ってみたいな感じで、あとはこうダッシュを織り交ぜて、こんな感じで揺さぶっていくっていう感じですよね。今見た相手が食いついてくれます。このシーンもネイマールからムシアラ、ネイマールボールを受けて、ここですね、これ見ました、一回ネイマールボールを下げてから最後これシュート、最後まだこれ入んないんですけどね、これももう一回見ていきましょうか。ネイマールからムシアラ、もう一回ネイマールボールを受けて、相手をこう食いつかせて縦に行くみたいな、まあこういう下げてからの前、まあこの形も強いですよね。まあこれは最後しっかり決めたかったですね。そしてもう一個シーン見ていきましょう。このシーンもデコ、はい、こんな感じでフィネスドリブルでかわしていって、ここも、はい、こんな感じでかわしていきますと、最後パスこれもね、取らないんですけれども、いい感じにフィネスできてるんじゃないかなと思います。ここ見てください。はい、こんな感じで、一回下げて、まあ左行ってダッシュ、一回下げて右行ってダッシュみたいな感じで、まあこんな感じで簡単に相手をね、抜くことができますと。はい、ということで、まずは中央での強い使い方見ていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ今見てもらった感じで、まあこう左とか右に行きながら、どっちかに寄せて立っていくみたいな、まあこの形強いですよね。ただ一回こう下げて下げて下げて、
食いつかせて左行って縦行くみたいな、まあ、こういう緩急が強いんで、まあ、ぜひ今のね、まあ、左行って右行くとか一回下げて前行くとかね、これ覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、それでは続いてサイドでのフィネスドリブルについて解説していきたいと思います。まあ基本的にはね、中央とほぼ離すことは変わらないかなって印象ではあるんですけれども、まあサイドの方がフィネスドリブルはめちゃめちゃ使えると思ってます。何が強いかって言いますと、ここ一回下がるふりして縦に行くみたいな、この緩急、これがマジでフィネスドリブル強いです。こう前行って下がって、相手下がって食いついてきたら縦行くみたいな、この緩急っすよね。本当は久保さんとか三笘さんみたいな、こういう緩急、縦行くと思わせて中切り込んでいくみたいな、これがめちゃめちゃ強いんで、ぜひ覚えていただければなと思います。もう一個さっきやったこの一回下がるっていうのもすごい強くて、例えばこんな感じでパスを受けた時に一回下がってで縦行くみたいな、これも強いんですよね。一回下がって後ろ行くふりして縦行くとか、これもめちゃめちゃ強いんで、この一度後ろにボールをこう引いて下がる、まあ、これを覚えていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。例えばこう近い距離感に相手がいたら、フィネスドリブル始めても、こう横から始めてもね、相手にこうボールを足出されて奪われちゃったりとかする時もあるんですよね。そういう時のために一度受けたら一回こう下げて、相手から距離取って後ろ行ったり前行ったりしながら縦行って、まあクロス上げていくみたいな、まあ、これから映像も見ていくんですけれども、マジでこのフィネスドリブルがめちゃめちゃ強いんで、まあ、ぜひこれはマジで覚えていただきたいですね。特にサイドのフィネスドリブルは本当にめちゃめちゃ強いです。はい、ということでここからはサイドのフィネスドリブル見ていきたいと思います。まずこのシーン、サイドでこの緩急で突破していってクロス上げてルンメニエ決めてくれたと、これ完璧なフィネスじゃないですか。このシーンもう一回見ていきましょう。ロナウジの左でボールを受けて、一回これ下にマイナスに下がって相手食いついてきたらこの縦ですよ。これマジでめちゃめちゃ強いんですよね。でクロスを決めてくれるわけなんですけれども、まあこれ完璧でしたね。でこのシーンもロナウジーニョ、これ1枚かわしてまたかわしていくと、これめちゃめちゃ強くないですか、この使い方。一回これも下がってここで相手を食いつかせてこのドリブルでかわしていって、ここも相手が食いついてきたら一回止めてここで突破していくと、まあ、最後ね奪われてしまうんですけれども、まあいい感じでフィネスできてるんじゃないかなと思います。で続いてのシーンもムバペボールを受けて、こうロナウジーニョ縦運んでいって、ここで一回下がってこの切り込みから最後このコンカ決めてくれますと、まあ、ロナウジーニョがねちょっと強すぎるってのもあるんですけれども、ここロナウジーニョを運んでいって、これ一回相手が、ね、距離近かったんで一回下がるんですよね。であとは中に切り込んでいってコンカ決めてくれると、まああんな感じで縦でもいいし中に切り込んでってもいいんで、この駆け引きですよね。このシーンもロナウジーニョサイドでこのフィネスドリブル、相手いなしていって突破していって最後決めてくれましたね。でこうしっかりとヘディングで決めてくれましたと、ここもねこう右左って感じで相手いなしてますよね。どっち来るんだって感じだったと思うんですけれども、1回マイナス上がって、でまさかのこれ縦に行ってクロスを上げるとめっちゃ相手をねこう揺さぶれるんで、これマジ強いっすね。はい、ということで今回はこのフィネスドリブルを解説していきましたけれども、いかがだったでしょうか。結構強くなかったですか。まあこんな感じで特にサイドかな、1回下がって手前行って右左とかでこう縦抜いていくみたいな、まあ、こういう使い方マジでめちゃめちゃ強いんで、あとボックス内とかもね普通にこう揺さぶって相手をかわすことができるんで、まあぜひ皆さん使っていただければなと思います。まあこれを覚えるだけでねかなりこう駆け引きが生まれますし、まあ、得点の幅も広がるかなと思いますので、まあぜひこのフィネスドリブルはね少しでもいいんで使い方を覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、他にもいろんなねフィネスドリブルの使い方はあると思うんですけれども、まあ個人的にはこの使い方がめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思ってますね。まあぜひよかったら少しでも参考にしてみてください。はい、こんな感じでフットボールが毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。